立憲国民新緑風会社民の杉尾秀で,でございます本日は質問の機会いただきましてありがとうございます安倍総理次第の桜を見る会をめぐって質問させていただきますまず昨日の衆議院の内閣委員会そして参議院の本会議で重要な事実がいくつも明らかになってまいりましたまずこれまでわからなかった招待者の内訳が明らかにされております総理1000人副総理官房長官1000人自民党6000人報道公明芸術文化等 1> 1, 人各省庁6000人、この内訳でよろしいでしょうか菅内閣官房長官。今、委員からご指摘をいただきました、あそのとおりであります<上>杉尾君。総理枠はです、ね、もともと招待者の1割なんですよね、1万人程度、いくらなんでも多すぎませんか。菅内閣官官房長官 制裁た結果、あ約1000人ということであります委員長杉尾秀哉君、どういうふうに制裁したんでしょうか、菅内閣官房長官。え全体を見る中で、えー、であります、さらに、えー、官邸、えー、長年の慣行でも、官邸内や与党にも、まあ、推薦依頼を行ってきているわけでありますけれども、 過去の関連に従っているところです水君、はい、過去の関連ではないと思いますけれども、それはまた追って伺います。事務方にも伺いますけれども、各省庁6000にあります、この数字というのは基本的にずっと変わっていないという認識でいいんでしょうか<上>内閣府大塚大臣官房長。 あの昨日の市議の内閣委員会で、えー、今年度の,あの私、えー、各省庁の推薦人事につきましてあの、その時点でのまだ政策途中の数字を示していたしました、あのちょっとこ,のこれまでの過去の推移につきましては、あの今、手元にその情報、持ち合わせてございません。杉尾君各省庁推薦人、10年未満で取ってあるはずなんで、ですね多分わかると思うんですけど、基本的にこの数字って変わってないと思うんですが、じゃあなぜですね、 どの枠がどういうふうに増えて、通常1万人だったのが1万8千人まで膨れ上がったんでしょうか。明快な説明をお願いします。菅内閣官房長官、えー、桜を見る会の招待者については、各省庁からの推薦をもとに内閣官房および内閣府で取りまとめております。その際、内閣官房の取りまとめにあたっては、官邸内や 与党にも推進依頼を行っておりいただいた推薦をもとに内閣官房及び内閣府において取りまとめを行ったものであります、まあ、資料が残っておらず詳細は分かりませんが内閣官房において取りまとめている推薦者数が長年の積み重ねの中で年数を得ることによってだんだん多くなってきたものであるというふうに思います 長年の観光とはいえ、年数が重なる中で、人数が増えていったことを反省をし、今後、招待基準の明確化や、招待プロセスの透明化、予算や招待人数も含めて、全般的な見直しを行うこととしたところであります杉尾君、その説明はどこでも聞きました、聞き分けました。のか 官房長官官官房長官はかつて、総理枠とか政治枠というような特別なものはない、こういうふうにはっきりと記者会見でおっしゃいました、全然実態と違うじゃないですか、なんでこんな嘘の説明したんですか、ちゃんと明快に説明してください。官官官房長官西内閣審議ままずまず事事務務方方かからら 恐れ,れ恐れ入ります、まず私からあお答えをさせていただければと思いますあの。枠というものはあるかというお問いかけに対して、長官からないというご答弁もされたかと思いますが、まあ、あのいずれにしましてもあの、桜を見る会は昭和27年以来ということで、えー、各界において様々な功績、功労のあった方々などを幅広く招待して、日頃のご苦労苦を慰労すると,とともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開催しているものでございます。でそういうい趣旨を踏まえて、えー、各方面からいただいた 推薦をもとに内内閣閣官房内閣府で取りりまま行っておりますでその中で、枠につきましては、あらかじめ何人といった招待者の数字を設定して、割り当てるといった趣旨のものではそういう、そういう対応はしておりませんので、そういう趣旨であの、長官は申し上げたものでございます。 菅内閣官官房長官今、質問の中で政治枠というお話もあったんでしょうか。はい、私、記者会見のときに、そういう枠があるかと言われたときに、そう言われれば、そういうものはありますということは、いう発言をしています杉尾秀哉君。違います。13日の午前の記者会見、官邸ホームページ14分から、望月記者の質問に答えて、総理枠、 政治罰というような特別なものはありませんと断言していますもう一回す菅内閣官房長官その際あらかじめ何人という招待者の数字を設定して割り当ててるという対応はしてないということです<上>杉尾君それは機弁ですよ 大体これぐらいの枠ってもう決めてるじゃないですか、それに合わせて数字を決めてるじゃないですか、そしてこの6000人の自民党の枠なんですけど、この内訳ってどうなってんですか、これ。菅内閣官官房長官、えー、名簿はない中で国会の要請に応えるために、関係者に聞き取りをしたものであり、6000人の正確な内訳は象徴しておりません。 杉君誰呼んでるかわからない、その中にこういうのがあります、資料1です、今年夏の参議院議員選挙を控えて、改選を迎える党所属の参議院議員に、友人など4組まで招待できる案内状が送られました、これも6000人の自民党枠の中に入ってるんですか。大西審議官 ご指摘の配布資料に頂い,いております、えー、ものでございますけれども、えー、こうしたものもその6000人の中に含まれているものと認識しておりま員長杉山君。この案内状に、一般の方って書いてあるんですよ。どこも功労者、功績者なんて書いてないんですよ。つまりこれ、誰でもいいってことでしょ。 あれだけ官房長官も総理大臣も功労者、功績者って言っときながら、ですね全く違う案内してるじゃないですか、これ、税金を使ったですね行事に、公的な行事に、ですね選挙に利用したって言われても仕方がないんじゃないですか、いかがですか、菅内閣官房長官。えー、幅広くご案内をするということにも書か,かれていることも事実じゃないでしょうか杉尾君。 どこに書かれてるんですか、幅広くって。菅内閣官官房長官私はあ記者会見の中で、そうしたことを申し上げていますじゃなくて、杉尾君じゃなくて厚労者、功績者っていって、総理大臣だって、何度も何度も繰り返して言ってるじゃないですか。しかも 昨日出てきたその安倍昭恵夫人のですねいわゆる安倍昭恵3枠っていうんですか、これ、資料をお配りしました、えっと、1、2、3、4ページ以下ですね、これ、一般の方のブログなんですけれども、こういう名刺は申し上げませんけれども、あの昨日もですね衆議院の内閣委員会で出ておりましたけれども、昭恵夫人が主催する渦の学校でお手伝いをした人。 例えばこの中にはですねロリータファッションの講師の方とかいらっしゃるんですね、桜を見る会にこれ招待されてます、続々こういう方がですねブログ消されてるんですけど、まだ残ってるのがあります。こうした昭恵夫人の招待枠っいうのはどれぐらいあって、ですね誰がどういうふうにまとめてどうチェックしてたんでしょうか、説明してください菅内閣官房長官、えー。推薦者リストが残っていないことから、詳細は不明でありますけれども、安倍事務所において幅広く参加希望者を募る中で、 夫人からのご意見もあったということであります。しかしこれらは総理からの推薦であります。約1000人の中に含まれている、このように思っています。杉尾君、本当は幅広くじゃないんでしょう。で、閣議決定で秋英夫人わざわざ私人であるとこういうふうにですね、閣議決定までしてるんですよ。こういう一私人であるですね、夫人が税金を使った公的行事に。 自分の友人をです、ね、幅広く招くなんて、こんなことがあっていいんですか、こんな税金の使い方していいんですか、いかがですか。菅内閣官官房長官今申し上げましたけれども、総理夫人からのご意見はあくまでも総理からの推薦に含まれており、安倍事務所において、幅広く参加希望者を募る過程で、夫人からの意見もあったということを承知しています。 内閣官房内閣府において取りまとめを行っているところです以上杉尾君どういう人がチェックしたんですか菅内閣官房長官あの事務的にしっかりしていると思います杉尾君事務的にしっかりとというのはどういう意味ですか大西内閣審議官はい。 はいえー、と名簿の中に氏名、住所、また、えー、役職等を記載していただいておりまして、そういうものをもとに、えー、確認をさせていただいているところでございます杉尾君これ、お友達なんですよ、昭婦人の、もうこれ以上言いませんけれども、でこれ、一部報道によりますと、総理の実践を、ですね岸衆議院議員、後援会関係者を多数、ですねこの桜を見る会に招いている。つまりこの桜を見る会というのは 安倍総理そして安倍総理夫人安倍総理のご兄弟そしてその周辺の方後援会関係中心の方これ実際に安倍ファミリーの会だったんじゃないですかいかがですか菅内閣官房長官、えー、そんなことはありません委員長杉尾君総理枠1000人という目安でございますけれども事実上安倍事務所から 申請があったものははねたケースというのはあったんでしょうか。大西内閣審議官えと今名簿を全部廃棄しておりますので、具体的に誰がどうということは、もともと申し上げられるものではございませんけれども、ありません。ただ、昨日、官房長官がえ会見でも、午後の会見でも申し上げておりますけれども、 え確認をいろいろさせていただいた中で、お断りすることはあり得るということでございます杉尾君。あり得るとしか言えないんですよね、実際にこれ、無制限だったんじゃないですか、1000人一応目安になってますけれども、それ以上でもいわゆる青天井だったんじゃないですか、答えられますか菅内閣官房長官。 これ社会的常識に照らして問題があれば、招待をしないことというのは、これはありえます、それ以上の個別のことについては、個人の問題になりますので、差し控えさせていただきます杉尾、はい、秀哉君。じゃあ、言いますよあの、キャバクラにお勤めの女性の方、これ、職業に規制はありませんので、それについてう々ぬするこというのは全くございませんけれども、まあ、こうした方をはじめとしてです、ね、実にさまざまな方が出席されている。 その中にいわゆる反射勢力、それから半グレ組織といわれるような謎の面々もいらっしゃる、例えば入れ墨姿で写真に収まるようなそういうグループのメンバーの1人が、菅長官とツーショットの写真を撮っている、これもネットの中で出てます、こうした実態について、菅長官はお分かりでしたか、ご存知でしたか。菅内閣官官房長官、えー、桜を見る会の会の場におきましては 私自身、多くの方と写真撮影をし、委員ご指摘の人物とは面識はありません、個々の招待者の参加については、まあ、承知しておりません、また一方で出席者の一部に、このインターネットなどにおいてさまざまなご指摘がされていることは承知しております。本人確認、またセキュリティのの向上策については、今後全般的な見直しの中で、 必要な対応をしていきたい、このように思っています委員長杉尾秀君どこで招待状を手に入れたかも分からないような人物がたくさん入ってるんですよ、本人確認されてないんですよ、野党のヒアリングでも本人確認してないということを認めてました、ネットのオークションの売買についても否定されませんでした、そしてこういう報道がですね今日されております、IS によるテロが懸念された2016年春の桜を見る会。 警備を理由に、縮小が一時検討されたけれども、結局、この年、参議院選挙がありました。この選挙のです、ね、前だということもあって、見送りになりました。これまで費用が年々年々増えている理由の一つに、セキュリティ対策というのが挙げられています。しかし、さっきも言ったようなです、ね、正体の知れない人物が多数参加している、そして実際にセキュリティを強化しようとして、人数を絞ろうとしたらです、ね、選挙対策ということで、それもされなかった。 これまでの説明、あれは一体全体何だったんですか、嘘だったんですか。菅内閣官房長官。そうした事実はありません。杉尾秀哉君。じゃあ、これはこの報道は誤報ということでいいんですね。菅内閣官房長官。私は会見でもそういうふうに申し上げています杉尾君。これまでの総理官房長官の説明がですね、大きく揺らいでおります。例えば昨日の 総理の発言総理はもともと今月8日、きっかけになりました予算委員会の田村委員に対する答弁で、私は主催者としての挨拶や招待者の接遇は行うのでありますが、招待者の取りまとめ等には関与しておりません、こういうふうに明言されました。ところが昨日の本会議で、推薦者について意見を言うことはあったと、こういうふうに答弁している。実際に招待者の選定に関わってるじゃないですか。 大西審議官あ内閣官房長官えまず十一月四日の参議院予算委員会において総理は主催者としてのこの挨拶や招待者の接遇は行うが招待者の取りまとめ等には関与していないと答弁をされておりますまた昨日の参議院本会議においても内閣官房及び内閣府における 最終的な取りまとめのプロセスここについては一切関与しないとした上で、取りまとめの前提として、長年の慣行により、総理の事務所が内閣官房から推薦依頼を受け、幅広く参加希望者を募ってきたことを承知しており、総理事務所から相談があれば、推薦者について意見も言うことがあったが、 実際の事務所における推薦者の詳細は詳細をしていないという趣旨の答弁をされています。つまり総理は最終的に決定取りまとめます内閣官房内閣府の決定をするところには関与しないこういうことであります。はい。杉尾秀也君、はい、違いますよ。取りまとめが最終的な取りまとめといい取りまとめの前段ので…で 推薦をしたと、こういう言い方をしてるんですけど、じゃあ聞きますよ、総理大臣がこの人を入れてくださいって言った人を、はねたことありますか大西内閣審議官、はいえー、個別のことにあの、個人のことにつきましては、ご答弁さあの差,しあの差しかねますけれども、えー、先ほど長官が述べられましたように、えー、社会的常識に照らして問題があれば招待しないといったことも、えー、あり得るわけでございます。 はい尾君ありうるじゃなくて、あったかどうか聞いてるんです、言ってください菅内閣官房長官。これは先ほども私に申し上げましたけど、個々人のことに関することにつは、答弁することは控えさせていただきます以上尾君つまり、弁解できないんですよ。総理がこの人を入れてくださいって言ったら、招待するに決まってるじゃないですか。これたただ意見言ったんじゃなくて 最終的な取りまとめは、それは事務方がしますよ、発想するのは事務方ですよ、だけどその人選にですね深く関わってるじゃないですか、これを虚偽答弁と言わずして、何て言うんですか、なんと説明しますか、菅内閣官房長官。当然、自分の事務所から推薦を出す中において、総理が意見を聞かれたら言うのは自然なことじゃないでしょうか杉尾君。違います、自然かどうか聞いてるんじゃないんです。取りりままとめの一部でも関わってるかかどうかつまり この選定プロセスの中で関与しているかどうか聞いてるんです、それについて答えてください菅内閣官房長官。最終的には先ほどから申し上げてましたけれども、そうした中の推薦について、最終的な取りまとめを行うのは内閣官房であり、内閣でありますから、そこに総理自身は関与してないということ杉、はい、尾君、関与しているという認識でいいですね。 大西内閣審議官事務方から、はい、あのちょっとあの長官のご答弁、重ねての、えー、なぞらせていただく形にもなじみますけれどもあの、ご説明申し上げますと。 えー、総理は昨日の、えー、参議院本会議、ナタニア先生からのご家問に対しまして、えー、内閣官房及び内閣府における最終的な取りまとめプロセスには一切関与しておりませんが、その前段、私の事務所が、えー、総理の事務所が、私ども内閣官房内閣総務官室からですね推薦依頼を受けて、幅広く参加希望者を募ってきたところ、 はそれに対する、えー、事務所から相談を受けられれば、えー、総理自身も推薦者について意見を言うこともありましたということですけれども、えーえー、取りまとめの前提として、長年の慣行により、総理の事務所が、えー、推薦を依頼を受けて、幅広く参加希望者を募ってきたということでございます。 なんでこんなに国民の皆さんがです、ね、支持率も実際下がってる、やっぱりいろんな人がです、ね、なんでこんな税金の使い方してるんだ、やっぱり疑問に思う、これは当たり前だと思うんですよ、なぜなのか、これ、国民の決定です、たかが5000万とか6000万とかいう、それは国家予算100兆円に比べれば少ないですよ、だけど、だけど、重箱の隅に真実があったんですよ、公的行事が私物化されてたんですよ。 選挙利用をされて、政治利用をされて、露骨な有権者買収だったからなんですよ、そしてね、長年の慣習って、今、審議官おっしゃいましたけど、長年の慣行を崩してきたのは安倍総理本人じゃないですか、ずっと1万人程度で抑えてきたの、それを安倍総理になってから長年の、じゃあ、佐藤政権になって毎年こんな増えましたか、こんな説明、全然理屈になってないですよ。 この桜を見る会の実態というのは各界の功労者を招くんじゃなくて安倍総理と自民党の功労者を招く会だったんじゃないですかどうですか菅内閣官房長官えそうしたことではありません杉尾君、はい、それはそう言うと思いましたただね実態見てくださいよ各省の推薦枠6000人ですよだいたいこれぐらいなもんだと私も思いますよ それは民主党政権の時にもでにも、ね、枠はあったかもしれない、1人4人とかそういうのを聞いてますけれども、ただ、こんな露骨なことはなかったんですよ、観光を崩して問題になったからやめたんでしょ、来年の件を、そして各省推薦の功労者が半分以下で、逆に政治枠が過半数を占めている、この行事というのは、これ、政治利用であって、ですねこれ、総理による私物化と言われても、これは仕方がない。 そもそも税金の目的外しを厳密に言えば、財政法に違反していると思いますけど、いかがでしょうか菅内閣官房長官あの。このことはしっかり申し上げておきたいと思います。長年の慣行の中で、えー、こうした積み,積み重ねがあったわけでありますけれども、民主党政権のときも、新聞報道によれば、原員1人当たり10名から15名とか、いろんな報道があります。 与党の数を直せば四五千人は多分政党から推薦をされているんだろうというふうに思っています。そういう中で安倍政権、勤、え、続、ー、年数が増える中でですねそうした積み重ねがあったとしかしさまざまな問題点を指摘をされておりますのでもう一度原点に立ち返ってですねその推薦の制度だとかあるいは 途中経過のプロセス、あるいは予算、人数、そうしたものをもう一度、原点に立ち返って、見直しをさせていただいて、来年のこの桜を見る会は、一旦中止をさせていただいて、皆さんのご意見を聞かせていただきながら、納得のいく形にしていきたい、このように思います。 杉尾秀也君これまでやったことについて答えてない、これからの話にすり替えてる、しかも民主党政権のとき、4000人、5000人、2500人って言ってますよ。だめですよ、そんないい加減な答弁者、何を根拠に4000人、5000人なんて言ってるんですか、一般論として聞きますけどね、選挙に当選する目的で有権者に対して飲食やお土産などを無償で提供する行為、これは公職選挙法上のですね買収に当たるということでよろしいですね。お答えください。 総務省立行政局赤松選挙部長公職選挙法に規定されている通りかとどちら杉尾君これも一般論として伺いますその買収に使われたお金この資金の出所がですね私的なお金政治家のお金じゃなくても公的なお金公金であってもですね公職選挙法上に公職選挙法に触れるケースがあるんでしょうか赤松選挙部長 あくまで一般論でございますが買収のに使われた、ま、金銭というところについてはその金銭の、ま、性質というのは特段規定をされてございます関、はい、尾君公金であっても買収にあたるケースがあるということですよねでは伺います安倍総理が桜を見る会に有権者850人を招待して無償で主食をもてなした一部ですねお土産を持って帰ってですねネットオークションで売られた方もこれは 安倍総理の後援会の方じゃないかもしれませんけれども、いらっしゃいます、それだけのです、ね、対価が発生しているということですね、これ、このケースはです、ね、有権者の賠償に当たるんでしょうか、どうでしょうか、赤松選挙部長。私どもといたしましては、まあ、個別の事案に対して、えー、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えする立場にございます杉尾君。はい、じゃあ、伺います。 これあの政府がです、ね、招待状を出している総理大、内閣総理大臣、安倍晋三名で招待しているということで、これは買収に当たらないということをことおっしゃる方もいらっしゃいますけれども、内閣総理大臣、安倍晋三さん、山口四区選出の衆議院議員である安倍晋三さんと同一人物、同一人格でございます。ならば、内閣総理大臣としての公的地位を利用してです、ね、有権者を買収したと。 見直すことはできないんでしょうか、どうでしょうか。赤松選挙部長、お答えをいたします。えー、まず、公職買収については、公職選挙法二百二十一条一項一号,号に規定をされておるところでございまして、当選を終もしくはえしめる目的等をもって、選挙人または選挙運動員に対して、金銭物品、その他財産上の利益、もしくは行使の。 職務の供与または供用接待等をした場合においてまあ、規定をされておるところでございます、えー、条文上でございますがご指摘の国の行為としてのまあ、飲食の無償提供というような行為に参加することということのみをもってただしに買収罪の構成要件に該当することにはならないというふうに考えてございます杉尾君、はい、これ市民グループが刑事告発してますから 当然、捜査の対象になるというふうに思うんですけれども、これ、事実上のですね買収行為に等しい、そしてその取りまとめに当たった内閣府、安倍事務所も共犯関係に等しいと、こういうふうに指摘する法律関係者の方がいらっしゃいますので、復帰しておきます先ほど総理の虚偽答弁の話しましたけれども、これ、問題になっている前夜祭でも同じで、ですね、えー、当初、総理はこういうふうに説明してました、招待客の取りまとめには関与していない。 前夜祭の会費も参加者が直接ホテルに払い込みをしているこういうふうに言っているところが参加者は事務所が取り,取りまとめている安倍事務所ですそして安倍事務所が前夜祭も主催をしている参加費も事務所の安倍事務所の職員が集めたとこういうふうに発言を翻しております受付に前夜祭のことですけれども受付にホテルの人がいたそれをもってしてですね直接払った こういう言い方というのは、私はできないと思います、実際に参加した人はです、ね、安倍事務所の方に参加費を払った、会費5000円を払ったと、こういう,ふうに言ってます、いかがでしょうか菅内閣官房長官。えまず、招待者の取りまとめについては、総理自身があ申し上げてますように。 取りまとめなどには最終的には関与してないということが一つですまた昨日の参議院本会議においても内閣官房に内閣府による最終的な取りまとめのプロセスに関与してないということを申し上げていますそしてまた夕食会の費用でありますけれども11月8日の参議院予算委員会において総理はホテルに直接払い込みしているというふうに承知しているというふうにまず答弁されています また15日の記者への説明の際には夕食会費用には夕食会場の入り口の受付にて安倍事務所職員が1人5000円を集金しホテル名義の領収書をその場で手渡し受付終了後に集金したすべての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされたという 趣旨のこれ、説明をされています、矛盾はないんではないでしょうか杉尾君、はい、あの資料さん、まりましたけれども、前夜祭で歌ったシャンソン歌手の方が、ですねこういうふうに証言されているんですね、安倍後援会から出演依頼を受けて、当日もご覧のように、安倍事務所のスタッフが仕切ってたと、まあ、こういうふうな証言をされています、それから別の NHK の報道ですけれども、都内の主要ホテルにですね、まあ、聞いた、取材をした結果がですね、 まあ記事になっております、まあ、こうした委員会の場合、これ、各ホテルに共通して、ですね参加者が直接代金を払うことはなく、支払いの発生前に領収書を発行することもない、こういうふうに明言されています。としますと、今回のケースでも前もって予定人数のですね代金を前払いをして、領収書をです、ね、受け取って、会費の支払いと引き換えに、領収書を交付した可能性がある、私は高いのではないかと思いますけど、確証はございません。 その一つの理由としてです、ね、支払いがない領収書を800枚も900枚も1000枚もです、ね、ホテルがペイドの、ペイドのハンコまで押してです、ね、全部安倍事務所に渡してしまうというのは考えられない、だって人数が確定しないのに、領収書まったらどうするんですか、経理上の処理どうなるんですか、コンプラ,コンプライアンス上も極めて問題じゃないですか。そう考えると 実際には安倍事務所がです、ね、一時的にせよ、この金の出入りにです、ね、関わっていたというふうに考えるのが自然だというふうに思いますけど、いかがでしょうか菅内閣官房長官え。ホテル側への事前の支払いはおこ行っていないということであります。また、前夜祭の会費については、夕食会場の入り口の受付にて、安倍事務所職員が1人5000円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で施行し、 受付終了後に。集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で、参加者からホテル側への支払いがなされたということであったということです。委員長杉尾君ま5000円の会費についてですね。まあ、いろんな見方があります。も私もこれはいくらなんでも安すぎるというふうに思います。 まあ、あのホテルのホームページにはです、ね、1人1万1000円最低とこういうふうに書いているそうでございます。仮にこのケースが特別価格で,です、ね、半額以下だったとしたら割引分がです、ね、政治資金規正法上の寄付に当たる可能性があるあるいは参加者に通常ないような価格で飲食を提供したということになるとこれはまた利益提供に当たる可能性があるそこで時間がです、ね、あと7分ぐらいでございますので。 どうしてもですね、昨日緩看過できない答弁が昨日ありましたので、これについて伺います、その前夜祭が5000円だったという破格の回避のこの理由を、ですね安倍総理は当初、参加者の大多数が当該ホテルの宿泊者であるという事情を踏まえ、ホテル側が設定した、こういうふうに説明します。参加者のほとんどがですね泊まっているから、それと込み込みの料金で5000円と。 こういうのを提示したと、こういう趣旨だよと、こういうふうに理解されます。ところが、昨日ですね一部報道で、2015年のツアー文書から、この時の夕食会場と宿泊先が別だったと、これ2015年ですよ、夕食会場、これはホテルニューオータニ、そして宿泊会場、ホテルオークラ、ANA インターコンシネンタル、全く違うんですよね、同じホテルじゃない。 総理の説明と違うんじゃないか、こういうふうに指摘されると、ですね今度は昨日の、これを受けてですよ、このあとですよ、昨日の本会議で、ホテルの事務的な手違いで急遽別のホテルに夕食会の会場を変更した、こういう説明をし始めた、それまで一度もこういう説明してない、大体800人、この時の人数はもうちょっと少なかったかもしれませんけれども、600人、700人、800人、これぐらい来るような大宴会をですよ。 急遽会場を変更するなんて、大体ホテルの部屋、空いてませんから、ありえないですから、この説明ってどうつけるんですか菅内閣官房長官。まあご指摘の2017年の住所会についてでありますけれども、会場となったホテルに参加者の大多数が宿泊をしていたとのことであります。そのの上で総理が繰りり返し説明されておりますようにホテル側と住所会の 各種段取りを相談する中で、その大多数が当該ホテルの宿泊者であるという事情等を踏まえて、1人5000円とすることで、ホテル側が価格を設定をしたということです杉山君。あのね、これ、急遽そのホテルの会場を変更したと、こういう理屈が成り立つのかということを聞いてるんですけれども、それについてはどうなんですか。 菅内閣官官房長官2017年の優勝会このことについて今、私、申し上げたとおりです杉尾君。今、2017年のこの日程表、資料としてお配りしました、これは最初にもう募集の段階で示されたですね予定表なんですよ。最初からこう書いてあるじゃないですか、ホテルニュー,ヨータンだけじゃなくて、ANA インターコンチネンタルも書いてあるじゃないですか、どこが大部分がそのホテルニュオー,ータン宿泊なんですか。 これ見たら大体半々とか、それに近いような、そういうふうに受け取れるじゃないですか、2015年だけじゃないですよ、2017年もそうですよ、ずっと5000円なんですよ。菅内閣官房2015年については、当初、優勝会場であり、かつ多くの参加者が宿泊することが予定されたホテルにおいて、事務的な手違いにより、優勝会場を確保できないことが判明をし、 居を別のホテルに夕食会場を変更したとの事情があったというふうに聞いています。このため、2015年に限っては結果として、大多数の参加者の宿泊先が夕食会場と同一ではなくなりましたが、ホテル側と相談を行った結果、提供するサービスの内容や参加者の規模等を勘案をして、1人当たり5000円という価格設定になった総理が答弁しているとおりです、はい、杉尾君。 そのの総理の説明が違うんですよだって2015年、もともと2つの全然乳房単位じゃない別のホテルに宿泊をしていて、急遽ホテル乳房単に夕食会場を設定することになって、宿泊とホテル乳房単にはどこもリンクしてないんですよ、それがなんで5000円宿泊したのと同等の価格になるのか、全く説明になってないんですよ。そもそもも総理はホテルとの契約書書見積 計算書、明細書の類が一切ないと、こういうふうに説明しています。これは社会通念上、ありえない、ありえない、官房長官、官房長官もよくですね、ホテル等々でパーティーとか開かれると思います。見積もりも何にも取らずに、全く口約束だけで、会費と人数と食事と、そしていろいろ諸々あります、例えば看板代だ、なんとかかんとかって、PA 代だとかいっぱいありますよ。そういうのってやったことありますか。 菅内閣官房長官。あります。ない、ないってことです。あります。杉尾君。本当にあるんですか。ホテル側と全く契約交わしてない、のあるんですか。菅内閣官房長官。いや、あの。ホテルと当然話をしながら、そうしたことをやったことがあります。仕事ですあ。ある、あるということです。杉尾君。あるんですね。 あの私、実は今度の26日に国政報告会やって、見積もり取ってもらってるんですけど、私、本当に人数少ないんですけど、それでもこういう明細書って普通ありますよ。あのね、総理は説明責任、説明責任とずっとおっしゃってるんですけれども、もし説明責任を果たそうとするつもりだったら、安倍事務所になくてもホテルにありますよ、見積もり書、計算書、ありますよ、取り寄せたらどうなんですか。 菅内閣官房長官。明細書の発行は、これはなかったということです。ホテル側に確認した結果、ホテル側の営業の秘密にも関わることだ公開全体として、資料提供には応じかねるということで,そうですよ杉尾君。いくらでも言い逃れできますよ、だいたい今回の5000円の件で、ですねじゃあ私も入房代ね5000円で立食やってもらおうってみんな言ってんですよ、ホテルにも問い合わせてんですよ。 これホテルも相当迷惑だというふうに思いますよ、ホテルニューオータニって御三家ですよね、御三家のホテルがこんな会費も受け取ってないのに、大量に領収書を発行してばらまいて、しかもあれ手書きで5000円って書いたんですよ、誰が書いたか分かりゃしない、そんな領収書がですね大量に出まっていて、見積書も計算書も何にもなくてですよ、出せないなんて、こんなこと、ホテルニューオータニのこれ、信用問題にも関わる、これ、ホテルニューオータニが出せないからじゃなくて、 この書類が出てくると、さっきも言ったような政治資金規正法とか、そうしたことに関わってくる不都合な真実が暴かれるからなんじゃないですか、どうですか菅内閣官房長官。まず、ホテルニューオタニで5000円ではできないと言ってますけど、現に、えー、昨日の新聞報道で、民主党の国会議員の方が4000いくらでやったんじゃないでしょうか確か。 同じよううにに800人規模だだったたたとと思思いいいいいますまますすず決め打ちはやてきサービス内容において、ですねホテル側が設定した価格であったと承知しています、そしてその入り口で領収書を発行してお金をお受け取る、そしてそこにホテルの側の人もいたということじゃないですか、そしてそのすべてをホテル側に支払いをした。 そしてまた、宿泊者の人たちは、直接、旅行者に費用として振り込んでおりますから、そうしたことについて、当然、ある意味では柔軟な設定をして行うということは、私はあり得ると思います聞いてないことは言わないと。引き続き、委員会での真相解明と予算委員会、集中審議の総理の出席を求めます。時間に来たたので終わりりまますありがとうございました 小西博之君。